こんにちは、チルチル商業ビエルレビューサイトチルチル記者の綱吉とほぐしみです。本日のテーマはこちら、最強受け属性マイベスト黒髪メガネ受け。ということで今回は、黒髪メガネ受け属性にこう焦点を当てて、私たちのこう珠玉の一冊をですねそれぞれ持ってまいりましたのでご紹介させていただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。まず私綱吉が紹介しますのはこちら、はい、太田こまめ先生のプレイアフターコールです。はい、こちらドムサブユニバースの作品なんですけども、はい、受けがねしっかり黒髪眼鏡でして、はい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 、ちょっとこの表紙のね美しさに惹かれ、あの読ませていただいてすっごく好きだったのでちょっと紹介させていただきたいと思います。はいはいはい、ドムサブなんですけども、なんか設定的にはもちろん普通に攻めがドム、受けがサブってなっていて、はいはい、で2人とも男子高校生なんですよ。はいはいはい、で元々そんなに接点はなくて、うん、でただこのサブ側の、一色くんっていう受けの方は、はい、自分がサブだってことをそんなにオペラにしてなくて、はいはいはい、で攻めのドムのクラシナくん、はい、ちょっとチャラめな見た目の方なんですけど、そうですね、こっちの方はあの受けの方がすごい優等生な、はいはいはい、もう生徒会長とかなので、うん、もう、ドムだと思ってたんですよ。あーなるほど、はいはいはい、でちょっとクラシナくんはそのドムに対して自分もドムだけどでも、はい、あいつの方が優秀そうだからみたいな感じで、はい、ちょっと劣等感を感じてたりして、二人の間には関わりはないし、なんならちょっと溝があるぐらいの感じだったんですけど、ちょっとある時このサブの受けの一色くんが、サブのね症状が出てしまって、はい、ちょっと学校で倒れてたところにクラシナクが遭遇しまして、はい、それを助けたってところからちょっと二人の関係が始まっていくんですけども、はいはいはい、もともとねそのドムだって勘違いしてたのもあって、はい、ちょっとすれ違っていただけであって、決して2人がすごいあの噛み合わせが悪いとかではなく、うんうん、むしろすごい自然な感じで、はい、なんか仲良くなっていく、はい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 、とか関わりを持つようになっていく流れがすごい、なんかある意味男子高校生だけどちょっと大人な恋っぽいなって思ったりもして、なるほど、めちゃくちゃ良かったんですよね。確かに結構私最初表紙見た時、うんうん、高校生だと思わなかったです、うんうん、なんかもうちょっと年上にも見えたので大人っぽいですよね。はいはい、でもその一つの理由として、はい、この太田こまめ先生の、はい、描く 目の描き方がちょっと好きすぎて、上のまつげがすごいもうバサバサでめちゃくちゃ綺麗なのと、はい、で下まつげをめっちゃ描いてくださるんですよ。嬉しい、私下まつげ大好きです。下まつげも、まあ、常にどちらのキャラクターにもしっかりあるの で、はい、でさらに受けの方はメガネなので相性が良すぎて、はい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 、だから高校生ながらにちょっとより妖艶な感じというか、ちょっと色っぽい感じが出たりもして、はいはい、めちゃくちゃ世界観がすごい良くて、はいはい、で、まあ、それこそ2人の関係自体はなんかまあ利害の一致というよりはなんかもっと自然な本当シンプルな人助けみたいな感じで自然に始まっていく関係、はいはいはい、で、あの恋人っていうわけじゃないんですよ始まりは。あ、普通にプレイをしてくれる相手みたいな。そうそうそう、だからパートナーってとこから始まるので、うんうん、でしかもそのパートナーもなんかその自然に始まりすぎたがゆえに、そこからじゃあいざ恋人になるってなったら逆に難しいっていうか、はい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 、パートナーであり続けることはできたとしても、はい、そこからプラスパートナー兼恋人っていう関係になるのは結構一歩踏み込まなきゃいけないんだろうなっていうのをこの2人を見てて思いまして、はいはい、やっぱねそれがこうドムサブゆえのもしかしたら葛藤なのかなとも思うんですけど、ね、特にこの作品のこのいいなって思ったのが、最低限のプレイ内容だったり、うん、コマンドだったり、うんうんうん、あのセリフとかも最低限っていうか、はいはいはい、すごい削ぎ落とされてて、はいはい、で淡々となんかほんとまるで普通の日常かのように続いていく感じがなんかすごい、そう自然さが私はすごく刺さって、うんうんうん、この引き算されてった世界観に、はいはい、まあ、よりこの絵柄とかもすごくマッチしててっていう、はい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 、でもちろん黒髪メガネ受けとしての重要な、ね、ポイントなんですけど、はい、表紙メガネかけてないじゃないですか。そうなんですよね、これって、はい、おそらく表紙この2人が結構密着してるので、はいはい、プレイ中なのかなみたいな、あ、なるほど、勝手に私は想像してるんですけど、この
受けのね、あの一色くんの中の習慣というか、はいはい、ルールみたいなところで、プレイをするときは、うん、あの上着脱いで、はいはい、眼鏡外して、はい、服のワイシャツのボタン1個外すっていう、あ、なんかそういうルーティン的なのがあるみたいで、はいはいはい、だから眼鏡をかけてないのかなって思ったりするんですけど、はい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 、なんか一個一個丁寧なんですよね。あ、でもなんかそれだとすごい、なんか眼鏡を外したら、あ、じゃあプレイするんだなっていうなんか思わせられますよね、こっちも。なんかしかも私読んでるとき、はい、ちょっと私がボケっとしてなんかなのかもしれないんですけど、はい、1回目読んだときにわざわざ眼鏡を外してプレイをしてるってことに気づかなかったんですよ、はい、あ、なるほど。ただその2回目3回目以降に攻め の、 あのクラスナ君の方が、はい、あの一色君にはそういう習慣があるよなってこうモノローグみたいな感じで言ってて、確かに眼鏡外してるってやっぱりドムから見たらすごい印象的 な、 なんか行動だったのかなって思ったりして、でまあその最初にね言った通りこの眼鏡を外すって動作もすごいなんか大人っぽい色気を感じるなって思うし、はいはい、外すと、うん、あのまつげがよく目立つじゃないですか。そうですね、はい、なんかそのコントラストもめちゃくちゃ良かったりして、はいはいはい、で黒髪っていうのがやっぱり優等生っていう、はいはいはい、生徒会長っていう設定にも本当にぴったり合ってるし、はいはい、その優等生の生徒会長がちょっとチャラめな派手めなね、はいはい、ドムと一緒にいるっていうその状況もあの個人的にはすごく好きなので、はい、優等生受けっていう、はい、その状態もすごく好きなの で、 いいで、ね、刺さるポイントがめちゃくちゃ多かったですね。いいですね、やっぱ黒髪とメガネにさらに優等生属性までついたらもうね最強ですよね。揃い踏みですよこれ、完璧でした本当に。まあ優等生がそのメガネを外してこの普段優等生なその感じから想像できないようなことをしてるっていうのが多分最高なのかなって。いいですね、最終的には落ち着きました。そうですね、背徳的ですもんね。うんうんうん、はい、続いて紹介いたしますのはこちらです。はい、マルキドマキ先生のポルノグラファーです。いやー、名作が登場しました。まあ結構これで、ね、皆様読まれてる方多いかもしれないんですけど、私の中でやっぱ黒髪メガネ受けと言ったらもうちょっともうこれこれかなと思ってまいりました。はい、こちらの作品のあらすじなんですけれども、はい、この攻め映画ね、大学生なんですよ。で、大学生のくずみくんっていうんですけど、彼がちょっとある時自転車乗ってたら、あのこのこっちのね受けとね衝突しちゃって、受けを、うん、あの骨折させてしまうんですよ、腕をね。で、彼がそのこっちの池の木島って言うんですけど、ポルノ作家をしておりまして、で、あの原稿を手書きでねこう書いていくタイプなんですよ。で、そのまあ腕を骨折させてしまったということで原稿が書けなくなってしまったっていうので、こっち の、 あの大学生のくずみくんはすごいいい子なので、じゃあ俺なんか手伝いますって言ったら、あのじゃ あ、 あの代わりにその口述筆記だから、こっちのその木島先生が言ったあのこう喋っていく原稿を、うん、あの書き起こしてくれっていうことを頼まれるんですよ。はいはい、書き起こしていく内容がやっぱ官能小説じゃないですか。なんですごいこう日常的になんかその真面目にお仕事の手伝いをしてる中でずっとなんかナチュラルに言葉攻めに合ってるみたいな状況にこうくずみくん置かれるんですよね。でまたその木島が書くこの小説が結構やっぱりこう官能的というか内容がエッチなので、くずみくんは ある時そのこういい声で読まれていくその官能小説の原稿にすごいあの反応しちゃうんですよ。でなんかそれをね、そのなんか立ってるけどなんか抜いてあげようかみたいなことを言われたりとか、うわーってなりながらそのあの口述筆記ライフを過ごしていきながらどうなっていくのかなっていうお話なんですけれども、いやーこのなんかあの若くてね純粋なあの大学生と、なんかそれをもてあそぶ経験豊富そうな色気のある男性という最高の組み合わせ。いいですね。いやもうなんかずっと読んでてやっぱちょっとなんかドキドキするというか、なんかいけないもの見てる気分になるんですよね。なんかやっぱそのもういいですよ、そこがやっぱりよくって、まあ木島がねちょっとエッチすぎる問題がありますよね。そうですよね、言葉攻めしながらもう、うん、受け側なんですね、やっぱり。そこはそうなんですよ、まあ、余裕をかもしながらも、まあ、やっぱり受けだろうなとは思えるし、やっぱ受けなんですよね。まあ、そこもまあなんかいいというか、年上のこうなんかあの上品な男性がこうね、うんうんうん、手の上でこう転がされしていくような感じがたまらない。でなんか最初は結構物語ずっと2人で進んでいくんですけど、
ど、途中からもう一人出てくるんですよ。でそのもう一人っていうのがこの木島 の昔からの知り合いで、今編集者をしている木戸っていう男なんですけど、もうその人が出てくると、木島とその木戸の間にはその久住くんが入っていけないような、こうなんか絵も言えないこう絆みたいなものがあったり、なんかお互い知り尽くしてる感があって、なんかそこに入っていけないことにすごいモンモンとする、あの久住くんの様子とかも見れて、ちょっとこう三角関係チックになって展開していくところとかもすごい面白い感じなんですよね。はい、でこちらの黒髪メガネ受けポイントなんですけど、やっぱりその木島のこのなんかうさんくささというか、 あとなんかこう寄捨て人というか、なんかこう浮世離れしてる感じとか、なんかそういうなんかあと作家とかこう文学青年感をの見た目をこう引き立てるために、もう絶対多分メガネって外せない小道具で、すごいやっぱなんかメガネがこうなんかちゃんといる場所になんかこういるべくして座ってる感じがすごいあるんですよ。なんか正直なんか私は結構この木島っていうキャラクターがメガネなしでやっぱ考えられないぐらい、もう馴染んでるのが重要ですね。そう、もうなんか最初だからメガネ受けって考えた時もなんかもう馴染みすぎてて、なんかメガネをなんかその分離したも考えてなくて、ちょっと考えてはってなったって感じぐらいすごい馴染んでるのはいいなっていうのがまずあって、であとあのこの若いとなんかメガネかけててもすごいこう美形な感じがやっぱ引き立ってるんですよね。綺麗な顔してますよね。そうなんですよ。メガネがあることでさらに彼の元の顔がこうなんか締まって見えるというか、それこそその、あのまつげがちょっとこうなんか長そうだなとか、こう色気のある顔になってるだろうなとか、鼻高いんだろうなみたいなことを思わせてくれるとことしてもすごいいいのと、まあ、あとあの寝るときとかでもやっぱりメガネ外すじゃないですか。でそのなんか寝るときとかで外してる寝顔とかはこういつもなんかこうなんか寄捨て人っぽく若者をからかってるあの木島からは想像できないちょっとあどけなさとか幼さも見えるんですよ。いいなんかそのギャップとかもあって、なんかあもう本当になんかメガネありがとうって思います。感謝感謝。そうなんかすごいなんか人生で一番メガネに感謝した見えるかもしれないです。こちらの作品なんですけれども、うん、あのポルノグラファーの後に続いて、インディゴの気分っていう作品と続ポルノグラファーっていうあの続刊が2つありますので、1個は過去編で1個はあのこのポルノグラファーの先のお話になってるので、うんうんうん、ぜひ合わせてそちらも読んでみてください。はい、ということで今回は黒髪メガネ受けをね紹介してまいりましたが、やっぱりなんかメガネいいっすね。本当にかっこいいですよ。いいですね。なんか美人さを際立たせる、はい、もう道具としてもめちゃくちゃいいし、なんか道具って言っちゃいけないまでありますよね。なんかもうね、なんかメガネ様ですよ。やっぱこれからも感謝していかなきゃいけないなと思ったり。そうですね。黒髪とのね親和性ともうめちゃくちゃあるし。そうですね。いや、いろんなメガネあると思うんですけど、あとやっぱり、うん、あの今回私あんま触れなかったですけど、うん、メガネを外したことであの美形が際立ったりとか、初めてそのかっこよさが分かるみたいなメガネ受けとかも結構好きだったりはするので、うん、いや、いいですね。いろいろたしなんでいきたい、これからも読んでいきたい属性ですよね、やっぱり。そうですね。ちょっとぜひ皆さんのね、はい、ベストなメガネ受け、黒髪メガネ受けもぜひ教えていただきたいので、うん、ちょっとよければコメント欄などにお願いいたします。ということで今回はマイベスト黒髪メガネ受けを紹介してまいりました、はい、今回紹介させていただいた作品のチルチルの紹介ページを概要欄にも貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。それではバイチル。